にご案内いたします。ただいまドアが閉まりました。携帯電話など電波を発する電子機器は機内モードなどに設定するか電源をお切りください。業務連絡です。客室乗務員はドアモードをアームドに変更してください。皆様こんにちは。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空1872便でございます。使用する飛行機の到着が遅れたため皆様の機内のご案内また出発が遅れましたことをお詫びいたします。機長は古賀、副操縦士は竹の下、私は客室担当の辻村でございます。本日は降下に際し揺れが予想されております。シートベルトをしっかりとお締めください。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。この便は JAL Express の乗務員が皆様を目的地までご案内いたします。当便は機内販売の対象便でございます。 JAL の機内でのみお求めいただける限定商品などをご用意しております。詳しいご案内につきましてはシートポケットの機内販売カタログJALショップをご覧ください。本日9月より新しい商品が多数入荷しております。まもなくいたしますと機内の非常用設備についてご案内いたします。なお9月1日より電子機器の使用制限が緩和されました。電波を発しない状態での電子機器については離着陸時を含め常時ご使用いただけます。詳細につきましては機内誌スカイワードをご覧ください。それではどうぞごゆっくりおくつろぎください。皆様本日のご搭乗誠にありがとうございます。ご搭乗ありがとうございます。これから安全のためにビデオをご覧いただきます。皆様必ずご覧ください。シートベルトは腰の低い位置でしっかりと締めてください。外す際はレバーを上げます。突然の揺れに備えてシートベルトは常に着用ください。お休みの際もお願いいたします。この便は全席禁煙です。携帯電話など電波を発する電子機器は使用できません。また離着陸時は全ての電子機器の電源をお切りください。安全を阻害する行為は法律で禁止されています。手荷物は近くの収納場所に確実に入れてください。非常口や通路には置かないでください。無理に詰め込んだり重ねると危険です。この飛行機の非常口は安全のしおりで確認できます。座席近くの2箇所の非常口を確かめてください。視界が悪い時は誘導灯に従って避難してください。酸素マスクは必要な時に出てきます。マスクを強く引くと酸素が出ます。鼻と口に当てバンドを頭にかけ長さを調節してください。緊急の時はシートベルトをしっかり締め衝撃に備える姿勢をとってください。救命胴衣は座席下または肘掛け下にあります。頭からかぶり留め金をかけます。紐を左右に引いてしっかりと締めてください。乗務員の指示に従い非常口で引き手を引いて膨らませてください。服
膨らみが足りないときはチューブから息を吹き込みます。非常口には脱出用シュートがあります。乗務員の指示に従って滑り降りてください。手荷物は持たないでください。上体を起こして滑ります。滑り降りた後は機体から速やかに離れてください。お手元の安全のしおりをもう一度ご確認ください。快適な空の旅をお楽しみください。皆様にご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。また座席の背もたれ、テーブル、足置きを元の位置にお戻しください。皆様にご案内いたします。シートベルト着用のサインが消えましたが、突然揺れることもございます。皆様の安全のため、座席では常にシートベルトを締めください。また毛布をお使いになる際は毛布の上からお締めください。ただいまのところ、皆様の東京国際空港羽田、着陸予定時刻は16時5分、午後4時5分ごろを予定しております。この便では、機内ならではのお買い物もお楽しみいただけます。本日より、9月の新しい商品が多数登場いたしました。その中でも、おすすめの商品といたしまして、JAL ショップ7ページ、ロクシタンハッピーセブンデイズセットでございます。今月は持ち歩きに便利なプチサイズの7種類のハンドクリームがセットになっており、その日の気分によって選ぶことができます。またピンク色の可愛らしいポケット付きハンドタオルがセットで4000円と大変お得な商品でございます。大切な方への贈り物やご自分へのご褒美にぜひいかがでしょうか。商品につきましては、皆様のシートポケットにございます機内販売カタログ、JAL ショップをご覧ください。皆様にご案内いたします。これから10分後に揺れのためシートベルト着用のサインが点灯いたします。化粧室の使用などでお立ちになる場合は早めにお戻りください。なお揺れの中の飛行です。十分お気をつけください。着陸に備えまして、皆様のお手荷物は上の棚、または前の座席の下に置いてください。大型のノートパソコンなどの電子機器も同様にご収納をお願いいたします。お休みのお客様には声をかけいたしませんでしたので、お乗り物をご希望の方はお気軽に乗務員にお申し付けください。ただいま機内販売の最終のご案内を行っております。商品ご希望のお客様、またただいまご検討中のお客様、お手に取ってご覧いただけます。この機会にお近くの乗務員にお知らせください。ご搭乗皆様こんにちは。今日も日本航空ご利用いただき誠にありがとうございます。副操縦士の竹野下です。この飛行機は現在高度約1万700メートル3万5000フィートにて全て順調に飛行中です。まずはじめに本日は使用します飛行機の到着遅れにより皆様の出発が遅れましたと深くお詫び申し上げます。この飛行機は田山のところ羽田空港には定刻より約5分早い午後4時10分頃の到着を見込んでおります。本日は皆様の定時出発へのご協力誠にありがとうございました。羽田空港の天候は雨、気温は摂氏21度となっております。これより先降下に際しまして雲の影響を受け揺れることが予想されております。今から約5分後にはシートベルト着用のサインを点灯させる予定です。お化粧室などでお座席をお立ちになるお客様、どうぞお早めにお済ませください。本日のお搭乗誠にありがとうございます。またのご利用心よりお待ちしております。皆様、シートベルトをしっかりとお締めください。また機長の指示により、私ども乗務員も着席いたします。
先ほど操縦室からも連絡がございました通り、これからしばらくの間揺れることが予想されます。大きく揺れましても飛行の安全には影響ございませんので、どうぞご安心ください。身の回りのものは座席の下、またはシートポケットにお入れください。これより先の化粧室の使用はお控えください。皆様にご案内いたします。この飛行機はおよそ10分で着陸いたします。これから着陸まで引き続き揺れることが予想されます。機長の指示により私ども乗務員も着席しております。シートベルトをもう一度お確かめください。また座席の背もたれ、テーブル、足置きを元の位置にお戻しください。到着地周辺の天候は雨、気温は21度でございます。皆様にご案内いたします。まもなく着陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。座席の背もたれ、テーブル、足置きは元の位置にお戻しでしょうか。もう一度お確かめください。皆様、東京国際空港羽田に着陸いたしました。これより7番スポットまで移動いたします。シートベルト着用のサインが消えるまでお席でお待ちください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。なお他のお客様のご迷惑になりますので、携帯電話の通話はお控えください。この雨で気温がまた一段と下がり、季節の進みが感じられます。皆様、体調には十分お気をつけになり、今月もお元気でご活躍ください。本日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空にお乗りくださいましてありがとうございました。皆様、まもなく駐機場に到着いたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでお座りのままでお待ちください。本日は皆様お一人お一人のご協力があって定時運行が実現できました。ご協力ありがとうございます。業務連絡です。客室乗務員はドアモードをディサームドに変更してください。皆様、お待たせいたしました。どうぞお降りください。お忘れ物はございませんでしょうか。書籍や傘のお忘れ物が増えております。お降りになる際に座席周りやシートポケットなどをもう一度お確かめください。本日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいまして誠にありがとうございました。皆様のまたのご利用心よりお待ちしております。